35、38。そう、4538。えい、せーの、カタリナでざーしまーす。はい、こんにちは、こんばんは、カタリナです。サポートしている天の声こと、コーチャネルレーザー、シュワッチ。いい、皆さん。何回目でしたっけ、今日は。結構やってますね。30?32 でしたっけ。2ぐらいですね。何回目って言わないからだけ忘れちゃうね。で、まあ、今日はね、はい、昨日、テイブラの最終ファイナルライブでありまして。2023?2024?シングルハモン、ハモン一本にね、行ってきました。日本青年館ですね。はい、日本青年館行ってきました。今日はその話をしていきたいと思ってます、ね、ではまずご恒例の2010年ですね、ね、ここからね、はい、では行きましょう。タイムスリープ、2010年なんですが、調べたんですが、なんとシングルまでは1曲ずつしかないんですよね。さて、誰ですかね。で、まあ、あれシングルで、まあ、稲葉さんの、OK、はい。ないでしたっけ ?45 位ですね。はい、そしてそれで、まあ、シングル終わって、はい、アルバムが38位の、はい、波動かな。そうですね。波動だけですね。はい、あ、もうやばいな。終わっちゃいましたわ。そうね。OK はね、ライブで聞いたんですけど、波動は聞いたことないですかな。うん、アルバムだからね。そうね。いや、まあ、それはまあいいやつ。で、昨日ティーブラに行ってきたんですが、まあ、レーザーもこれ2回目なんですよ。うん、2月に1回、目に行かせていただいて、うん、それで次、昨日、また、見に、2回目、2月に見に行けなかった人用へな、うん、なんか、来たんですよ。うん、で、2回目行ってきました。うん、やっぱすごいっすね。まあ、上野さんがやっぱ復活したっていうね。そうそう。1曲目からね。そう、1曲目がバンタンとするの。そう。嵐もくまから出血して、何やりたいんだって言ったら、ライブがしたいです。そう。なかなか言えないですよ、ライブしたいなんて。そう、頭がね。そう、頭がいってライブなんて、もう本当に神と一緒に言いようがないですよ。そうなんね。でも、奇跡のね、復活を遂げて、万全のね、状態で昨日できたんで。ありがとうございます。本当嬉しかったですよ。上のせいで復活してそうだね。上のせいで復活したんですよ。で、こいつがやりたいって言ったから俺たちはまたライブやるようにしたんだって言ったら。あの言い方みたいなね。そう、言い方だって。ちょっともうちょっと言い方あるでしょって。うん、上のやりたいって言ったから俺たちはまた、振り出したんだからさ、うん、上のやりたいって言ったから俺たちはモーティーさんだったら言ってほしかったな。いや、そう言っていただいたら。ちょっと言い方がちょっとね、感じがね。お前のせいでって言って、言い方がウケるって言うの。で、あとそれと、それだとまあ他に言うと、あれですよ、日本青年館は、もう知っていく人いると思うんですけど、立て直したんですよ。そうなの。30年前でしたっけ ?8 年前です、ね。そう、8年前に一回潰れて、もう一回ね、やり出したっていう。オリンピックだからって変更したじゃん。そう。オリンピックで一回変更して、もう一回立て直して、また、で、上野さんはね、やっぱ、ティーブラもやっぱ青年会で一回やったんですよ。そうそう。で、まあ、潰れ前のね、8年前の。30年前だ。やってて、それで、いつか AT と思ってたらしいんですけど、4月10日というね、めでたい日に、なんと青年会で、夢ライブでしたってね。ほんと嬉しいって出したね。で、まあ、それも一つあるし、まあ、やっぱシングル曲ばっか。うん、全部シングルで、嵐が、この曲ばっか来たらレアだぜって言って。そうそう。レアでした、本当に。レア。シングルベストになったらやらないんで。ティーブラの時は結構20何曲もあったんだけど、まあ、最後のシングル。やんないやつ、始まりすぎて、あんまりやんないとこあったんですけど、まあ、結構ワイフォナーとかね、自衛隊とかね、いろいろとメジャーのものも、アイデアとかね、いろいろとメジャーのものやったし、そう。で、なんかアイデアもやっぱそれ、バンドメンバーも、やっぱりBBFのね、方もいたし、坪倉さんもいたし、あとまあ、いろいろと他にもね、上野さんの他にもう一人いたじゃないですか。なんだっけ。黒夢でしょ？そう、上野もいたし、まあ、あと、なんだかんだ言って、やっぱ、カズチャーに来なかったのが痛かったですね。うん。今で、レイザーまだカズチャーに行く気は待ってないんですよ。ね。まあ、やっぱ、岐阜にいるから遠いのかなというのもありますけど、ね。
はやっぱ昨日見ていて思っていました。うん、でも、まあ、やっぱ僕がね思ってデータの昨日データの嵐で言った話なんですが、やっぱ今ね、みんななんか仕事でさ、やるかやらないかって思ってるんですが、あれ違うらしいんです、定義が。できないかできるからしいんですよ。で、レーザーもなんかできるでできないって、あるんですが、まあやっぱりさ、できないことが恥じると思わないで、どうすればできるかっていうのをね、やっぱ考えなきゃいけないらしいんですね。で、それだと、嵐がもう言ったことが、今やっぱり若い人がね、戦争を勃発始めてるっていうけど、まあ、戦争なんで起きるかっていうのが、まあ、悲しみと、怒りと、やっぱ、なんだけど、悲しみ、怒り、あ、なんだっけ、なんかあって一回あったな。一回悲しみ。あれ、あ、ちょっとでもね。あとことだけ言いましょうか。まあ、それあって、それあって、うん、で、その、どうしたらそういう寄せの、なくせるかっていう。で、それってなんかまあ、一般的に考えちゃうと、できない、何もできないんじゃないかっていうふうに思われてるらしいんですが、マラシはそれじゃなくて、できることがあるって、それはうちら一つ一人の幸せを持ってそれを笑顔にして人に送るっていう話ですね。それでそれで何ができるかというと、その人の心がね良くなるというか楽しくなる。だから悲しみも怒りもだん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 なくなってくるっていうか、平和になっていくって、争いがない世界っていう。昨日もあと、バチ、アーシェ言ったのは、あれだね、自分の道は人生一度きりだから、楽しく自由に生きていこうって。あとは、それはなんか、レーダーも言ってて、一つ道があるらしいんですよ。自分の信じるものを一歩に行って、失敗するか。こういうとも道を変えて、成功するか。で、嵐は多分僕の考えが、多分自分の一生伝えられると思うんだよね。やっぱ30年っていうさ、時を経て、また結成したっていうか、嵐たちも一回ちょっと波に乗ってしまって、一回解散しちゃったから、で、もう一回30年後にもう一回再結成して、また始まったグループなんで、だから、工夫をね、得てまた始めたっていう。タイプですね。で、あとは、それがやってた感じでも、今嵐がね、今があるって言ったら。やっぱその、30年が結構でかかったの。僕も34で生きてて、30年ってはもう、俺4歳の時なんで、まあ、その、今の時代と考えると、やっぱまあ、その嵐の時代が、ちょっと結構きつかったかなと思って、激戦区で。1990?1 年がデビューだ、ね。デビューだから、そこデビューなんで、多分まあそこ多分ビーズとかね、結構そういう爆発的なね、アーティストもいたんで、そこで多分激戦で戦って、生き残ったっていうのは本当すごいんで。ね、すごいですね。そう。だからその激戦区の中で生き残って解散して、また30年後にできて、またやっていくっていうのは本当になかなかできないんでね。それでまあ、あともう一つは、みんな多分今の仕事ついて、自分が小さい時にさ、望んだようなさ、感じになっているかわかんないですが、嵐もやっぱ30年前、白いなんかずっとノートみたいな感じで、こんなになると思ってなったらしいんですよ。で、レーザーもそうなんだよね。レーザーの小さい時は、やっぱまあ、この YouTube、シュワッチなんてやるなんてわかんなかったし、しかもこんなんできるっていうのが、なかったんで。本当だね。何もほら、当てもなく、内容もなく、音楽の世界ってのをさ、全く知らなくて、やった人間だ。で、主に趣味で言えば、最初はね、あれだね、電車の運転手とかさ、そういうの憧れちゃってさ、なりたいなぁと思ったんだけど、それもなんかおいおいね、やっぱやっぱなんか、本当この道でいいのかなとかさ、
で、一回ちょっとなんか、その、客の対応を見たときに、あ、これ自分じゃちょっと、きついかなと思って、断念したんですよ。うん、で、次になんかね、やるのもいっぱいあったんですけど、うん、まあ、それで、どうとまあ、24かな、うん、その辺までずっとまあ、逃げない学生生活を続けて、行って、うんうん、24で今のまあ副業について、そうね、ほんで27ぐらいかな、うん、その辺から YouTube、うん、まあ、チャンネルだけどね、チャンネルで始めてきて、うん、そんで今まあずっとまあ6年目かな。すごいよね。で、続いてるもんね。で、シュワッチが今まあ、30何回目だから、うん、まあ、始めたばっかりって言って、うん、まあ、今シュワッチ道場をね、ね、やってそったの、うん、これをなんかクリアしてね、上に行きたいってところを、うん、すごいことだね。で、まあ、それを思ってて、あ、そう、次は話が言ったのは、あれだって、なんか自分のね、ノート書いたらいいって、それの自分の年代を記録したってことを、どんどん埋めていって、やっとそれでね、30年後自分が、うん、どうなったかっていうのと、ことですね、それは。これからの一度ね、うん、セットリストみたいな感じだけど、うん、やっていくと本当にいいって言ってましたね。いいね。で、多分一度自分に行きつけたんですよ、うん。最近に行きつけ出して、まあ30年後、それは偉いね、自分がどうなったかっていうの、うん。で、まあ、やっぱ自分が書いた行き先と目標はやっぱ食い違ってたよね。うん、やっぱ今行かなかったね。うん、難しいね。そうそうそう。だからね、やっぱりそれを考えちゃうと、人をやっぱり操るとか、うん、人を物にするのは難しいんですよ。うん、で、フェイザーがなんでその時代に行ったかというと、やっぱなんで音楽の世界に行ったかっていうのを、うん、やっぱり自由が原因なんですよ。フェイザーの来年その27ぐらいかな、うん、現代の音楽っていうのを、また関心あったんですよ。まあ、でもフェイザー自分で歌うよりは、聴く方が好きだったんで、うん、そこがやっぱ歌っていうのはすごいと思ったんで、ジーグもしかなくて、で、まあでも行ったら、こう、なんていうかな、聞き覚えられる曲がいっぱいあったんですよ。特にスラダンとかね、うん、ジュリアとかね。で、比べなかったわけね。そう。それは、ね。そう、それで、見て、それで、あ、この曲でジーグって人が歌ったんだなって感じして、あ、すごいね、感動しちゃって。すごいね。でそれがやっぱり自分がね、まあ見たかった、うん、ビーズさん、舞、うん、ちゃん。で今、亡きね、まあ今、サードアンダーグラウンドという曲でやってるのは、うん、まあ亡くなるね、坂井泉さんとアド、うん、それから今、言ってる、フィールドビュー、うんうん、など、あと大黒さんかな、ね、うん、今言ってる、まあ自分が入会されていたワンズさんもだ、アーティストさんも、見たいとか、聴いたことあるなって曲はいっぱいあったんだ、ね。で、なんとか入会と、ライブのチケットね、予約して、うん、で、なんだか当選して、行って、そうね、学んだっていう、うん。でね、まあ、何を学んだかっていうと、まず、あ、バッチだったら、あれかな、うん、稲葉さんのロングトーン。うん、これは今、レーザーがね、一応シュワッチだけで、やっていく上で、バッチ伸ばす伸ばすときにロングトーン絶対使うんで、それをまあ学んできてましたね。まあ、バチ並みに出せるかわかんないんだけど、なるべく出せるようにしてます。あと、舞ちゃんは見せ方、うん、人を引き寄せるっていうね、なんかそういうものをね、学んで。あと、ビューからは、うん、ゆうやさん、うん、ソロでやってるんだけど、まあ、兄貴もドラムか。うん、兄貴ドラムのやつ、確か違うんだけど、うん、まあやっぱりなんかこの、やりきるっていうね、気持ちがすごい伝わってくるんで、うん、そこを見直していただいて、まあサードはサードで、また違うんですけどね。うん、あれはやっぱ、ザードというトリビュートで生まれたグループだって言ったけど、うん、まあやっぱ自分たちでも曲書いてるし、やっぱさ、泉さんにはないね、魅力があるから。坂井さんは単独シングルやったけど、サードは3人やってるから。そうね。うん。強みだよね。そう、ヒロミさんのね、キーボードを、
で音源を取ってリズミちゃんのベースでロミとスギ子と言うわ言うわ、まあ、クルバーちゃん3姉妹ですよ、クルバーちゃん、そうそうそう、でまあそれやってるのをまあ、いずれちゃんもね、あの、天然とかあるんだけど、まあ、ベースとしての、あの、なっちゃってね、曲になるとすごいね、あの、真面目な顔に、くるくるばあちゃん。なっちゃって。今は言わないに、あの、ボーカル志望だったら、もともとあの、安定したね、こうしたし、歌手やりたいっていうし、うん、あの、やっぱあの、天然とかあるけどね、うん、やっぱり、ね、歌うと、いずれさんみたいな、凛々しい顔になるからね、うん、そこやっぱあの、プロ意識がね、ものすごく強く感じました。あと、赤みよちゃんは赤みゆちゃんは赤みゆはちょっと今どうかな去っちゃったからなまあレーザーもないその赤みちゃんもね、分かったんだけど多分、妨害しもがいいって言ったら多分やってくれるんだと思うんですよ、これに行きたいわね、それにしてもそうね、これあの、ネットではもう出てるんですけど、あの次はこれでしょ、多分、こちら多分、6月、7月かな8月の17、18、21が、あの、うちが東京の、東京本当は書いてないんだよね。書いてない。関東エリアとして書いてないんだけど、うん、あの、それを、どっか3つどれか行きたいなと思って。うん、これ全部東京じゃなかったらどうする？やばいな。横浜じゃやるかもしれない。でもこれね、あの、これあの、涙色っていうね、あの、もうすぐね、8月の方に出るアルバムのインストアだよ、そう。インストアなんで、うん、これ行ってきます。で、これなんか、あの、これじゃない、あの、2枚かな?2パターンかな?そう。2パターンだね。2パターンっていうか、シングルの 2パターンと、アルバムの2パターンね。うん、そう、シングル2パターンとアルバム2パターンだから。そう。4枚出るわけよ、要は。4枚あるんで、うん、まあ、ぜひとも皆さん、ご購入の上、うん、あの、聞いてください。うん、あの、これはサブスクで載ってないんで。うん。で、行けば特典みたいなのがね、そう、もらえるらしいので。うん、で、レザーはあの、200人の、あれ入ったんで、うん、今度サインね、持ってきて、ちょっとまあ、YouTube? 楽しみですね。とこっちではね、一応皆さんにサイン入れ見せますので。うん、レザーも聞き方結構、最近マイちゃんのね、あの、あれか、言わない。言わないか。んなんだよ。あの、マイちゃんの曲の、んあの、サインもらったら、親は不要でしょ、そうそう、うん、あの、サインもあったんで、あれもね、あれは、うん、あれはルームウェアもあったんで、うん、それもまあ、やっぱ、うん、運があったのかなと思って、うん、それもありますし、やっぱだからみんなに言いたいことは、何かというと、まあ、愛すいない世界を作るために、うん、一人一人幸せをやっていき、うん、まあ、あと嵐の教えを守りつつ、そうね、世界平和を守りましょうということが、うん、まあ、一番の目的かな、今回は。いい話だったからね。そうそう、あれはね、なかなか聞けないって言ったら、うん、で、これをずっと38公演全部やってて、うん、毎回行ってきたって言ったら、毎回毎回、すごいね、そう、世界の平和をね、行きましょうって。で、俺もあの、今日はレーザーのチャンネルでね、やって、あれやったんですよ、あの、前回のクリアチャーム、うん、あれを全部、アクリルね。アクリルか、うん、あれを全部15種かな。そう、15種類だったね、結局。全15種類、うん。で、前回で一回コンプリートしたんですよ。うん、で、まあ、でもあの。ハブチャンネルの一番好きなあれはどうですか？そこについてとか紹介しますか？そうですね。レイザー一番好きなの、うん、あった？あったね。それをちょっと見せます。せっかくだから。これがレイザーの一番の推しの。ね、エブリデイですね。エブリデイ。はーい、出ましたね。言えます？はい、話したくはない。これと、あとバイフォナイトがレーザーだったんですよ。まあ、レーザーってエビデイや。今日はね、インセンスに撮ったんだけどね。あの、これやっぱりね、自体は結構レーザーもね、あの、思い入れがね、ある曲なんで。そうね。これはあの、まあ、フィーブランといえば、これというほど外せない大丈夫だよね。そうだね。まあ、マリアもね、やっぱあの外せないってなんだけど、まあ、自衛隊とかね、それも結構いいし、うん、インセントもバイフォーナルとかさ、いろいろまあ、あるんだけど、なんでこれやらないと、レーダーが初めて聞いたのが、これなんですよ。で、あの、レーダーの、
愛の爆弾のアルバム言った人わかんないけど、愛の爆弾で、テーブルランを俺したんですよ。うん、で、まあ、その話の不祥があって、ちょっと、あんま聞き取れない人もあったんだけど、その時に、あの、バイフォーナーだけが、うん、いや、エミじゃない、バイフォーナー、エミでだけが、ほんとあの、聞こえたんですよ、うん、あの、よく。それでまあやってきてるかなってところでやってきたんだけど、はい、まああってないかな。本当にやっぱ行きたいっていうのもあったし、まああれをね、やっていきたいってまた。で、あとはまあ、まあそれだけやっていってた時に、はい、まあそのことをやっていった後はもう本当に、やっていきたいかなと思ったんで。で、あとまあ、話すことといえば、うん、まあ、次、うちら一応クラスがサードのライブかかってるんで、うん、そこでサードの新しいアルバム出てる、新しい曲も出てるんで、うん、それを聴きたいなっていうのと、まあ、あとまあ、これからね、まあ、あの、上品なんだけど、うん、あの、嵐のファミもね、あの、8月そうね。10月だよ。8月だよ。ん嵐の、ライブ先でしょ、ライブ先だけ11月ぐらいな、うん、そのまま行きたいなと思ってます、うん、あとまあ12月がね一番舞ちゃんのライブがあるんで、それも今ちょっと舞、ま、ちゃん12月じゃない舞、まあ、12月に12月7日でしょ、そう、うん、それもちゃんとそれ確定情報だけ言ってくださいって言いましたよね、そう12月7日にね、うん、大阪でしょ11月は、あと12月に舞ちゃんのライブあるんで、うん、それを行きたいなと思ってて、うんますね、あとはまあ他に今はもうそうそう、それなんかあの見た人いると思うんだけど、うん、一回あのもう消えちゃったと思うんだけど、うん、サウナで見たかな内緒ですってなんかあったんですよ、なんだこれ、なんかこうコナン君のさこうやってあのこんにちはお疲れ様ですって言ってほしいってね、まあ、内緒です、ツイッターだっけ、まあ、書いてあったんですよ、うん、まあ多分コナンのねエンディング抜擢されたんでこれ確かでもすごいよね、うん、5カ所だったんだもんね、ツアーだってワンズって今回3カ所でしょ、うん、すごくないサード5カ所、そうワンズはね、なんか短いライブで3カ所ぐらいだと言ったけど、うん、あ、でもまあ1個ね、村山があったからね、東京2カ所だったね、4回か、うん、だけどサード5カ所、うん、来るらしいね、うん、ちゃんと遠くまで行ってるもんね、宮城とかね、うん、福岡まで、まあ、で、今回のファンたちはね、やっぱ今年はね仙台とかいろいろ遠くの方の地方に、うん行きたいです本人自分で言ったからね、うん、まああの順調にね、うん、あの夢を叶えてんじゃないかと思うんですけどね、夢を叶えてまたあの行きましょうっていう、うん、いいですね、まあそれもあるかな、うん、あとは他にも結構もう、うん、嵐も昨日ちょっとハイタッチできなかったけどだから11月でね次はね11月ファミリーをちょっとねあの、うん、かけてますね、あとはどうかな、わかんない、それは。あと他に、まあ、あの、キーブランも次いつやるかわかんないんですが、うん、ファミリアのかかってるそこをやるのかな、うん。昨日がファイナルだったんで、もう多分、シングル曲もやんないよ、うん。あと、まいちゃんのこれ来てたよ、ニュース見た？ペットのあれやるんだよ。ペット、うん、ペット専門店とコラボするの。あ、そうか。昨日来てたよ。ペット専門店って、だからあれか、犬の、そうね、犬とは限らないかもしれないけど、犬があれなんだろうね。犬が多分一番ベストかな。詳しく見てないんだけど、まだ。あの犬が多分一番ね、舞ちゃん自分で飼ってるから、うん、それは多分主にメインだと思うんだけど。リナリンに継いでって感じだよね。そう、リナリンもね、やってるからね。うん、いや、連絡や。ほら、ワンちゃんと猫ちゃんが飼ってる。和み、癒し、励まし、触れ合いのライフスタイルって出してる。そう、だからこれ多分行ってみたらいいかもね。うん、ぜひあの、あ、ディズニーとかスナッピーもやってるかって。キャラクターを。あーじゃあ結構あれだね、あの、異次元のグッズが出るんだよな、今度はきっと。そうか、ね、うん。何月か分かんないけど。まあ、だから、あの、やっていきましょう。ね、皆さんもこれで見てね、うん、あの、やっていけると本当嬉しいと思うので、うん、ぜひとも、あの、ご購入とかね、うん、いただいて、まあ、見ましょう。特にワンちゃんとか猫ちゃんね。インスタグラムとか ね、 家族の人はね、見たりとかね、すると結構載ってますから、まあ。そうだ、ん、から、これ。いろいろそのいろいろ着るものとかさ、そうそう、多分今はね結構いろいろとなす、え、あのやっぱり犬では寒い地方に生まれた犬、
熱い地方で生まれたり、ペットと生活を共にするお客様のペットはかけがえない大切な家族の一員であるという思いを尊重してからも、あ、そう、そこだ、これはいいことですね、そこだ、うん、そこですね、今以上にまいちゃん応援したくなるんじゃないか、これは、うん、応援したよ、ね、映画も犬飼った記憶があるから、うん、それやっぱ家族だってね、はい、そう、家族よ、ほんと家族が一番だよね、まーちゃんいろいろグッズとかあれじゃない、デザインするんじゃないきっと、うん、多分ね、まーちゃんプロデュースは結構いいからね、うん、いやほら、生地とかも選んでんね、まーちゃんが、あーすごいね、やっぱね、あの結構ね、まーちゃんはほら結構あの社会貢献のね、うん、ね、第一人者だよ、すごいね、楽しみ、うん、それをね、うん、俺も社会貢献したいと思ってんだけど、何かねできることをね、探して他のフードとか買ってあげよう、うちのケンちゃんとかみんなに、あ、そうだよね、まーちゃんの貢献にもなるしね、いいよね、だから何かね、紹介できるね、今度ね、何かをね、やっぱね、うん、皆さん買おう、うん、で、何ができるか考えて、何ができるか何ができないかは、うん、まあ、やけくてあるけど、うん、何なら一応なんか色んな目で見て、これできるなとか、うん、あって、それ実践してみよう、まさに昨日の嵐のね、そう言ったセリフですよね、そう、うん、できないじゃないんだよ、そうできるとするんだよ、そう言ってみないとね、とりあえずね、そう、それがあのやっぱり一番嵐言ったよ、やってみてダメでもほら無駄にはなんないからっていうのはね、そうそう、経験だから、その失敗を経験に戻せてできるやついっぱいいるから、うん、そう、レイザーもそうだ、うん、レイザーもあのそのこのシバッチだってさ、うん、まあ、相手も来ない時もあるし、うん、まあ、YouTube も結構あの登録人数も伸び悩んで、うん、勝率の前に減ってしまった状態だから、うん、まあ、いい時だけじゃないからね、今は結構停滞気味でちょっともうやばい時期なんですよ、踏ん張る時はね、で、なんでやめないかは話してたんだけど、今俺のやってることは無駄ではないと思う、そうそうそう、ほんとそう、今はちょっと停滞モードなんだよ、うん、で、まあそれみんな今見せる能力がないっていうのも自負してるよ、うん、あれば多分アイテムがね来てると思うから、うん、で、これがダメだとしても映画はまだあのシバッチはダメで、あのシバッチも続けるし、うん、チャグリアも続けていく、うん、なんで続けるむしろまだ始まったばかだもんね、そう、うん、なんで続けるかっていうのは、まああのこれはまあ二つあるんだよ、チャネルって自分のやっぱあの好きなね、うん、そう、主軸だ、ね、だし、主軸だし、まあ、やり続けたいっていうのはあるし、やっぱその、歌っていうのは無限な可能性があるから、これを続けていく限り、まいちゃんのビーズとかね、アーティストのね、うん、あの、まあ一応、力にね、そうそうそう、なれるとは思うんで、うん、少なからずね。やっと、しばっち、うん、これはまあ、アイテムない時も多いけど、まあ、ひいちゃんだってあの、今ね、人気になってるけど、うん、絶対ヒーじゃなくて、この、そう言ってたからね。駆け出した時、アイテムないとか、うん、言ったし。ダメな時があったからこそね。そう。だから、ダメな時の、ね、あの、うん、今はね、うん、あ、今歩いていたら、そう。まあ、これまあ、今日はダメだったかもしれないけど、まあ、次でまた、そうそうそう。違うことでね、また、みんなに、そう。近い日やるんで、うん、次はもうちょっとなんか皆さんネタがね、そう。ちょっと、仕入れてね。うん、なんかいいこと言えたらいいと思ってるんで、まあ。来週はもうちょっと早い時間で行きたいね。そう、今日はちょっとね、うん、あの、レーダーがね、体力がね。体力が。4日連続だったからね。そうそうそう、4日連続がちょっとぶっ通しちゃったんで、うん、もうあの、ちょっと寝過ごし。その分のね、あの、疲労回復しないとね。そう、寝てしまってね。スラッチすらできない可能性だったからね、あのままだと。そう、うん、で、しかもちょっとネタもね、作るね。そう。余力もね、うん。いつもちゃんとネタみたいなの作って、うん、皆さんにちょっと行ったんですけど、今日はちょっと、力がね、及ばず、ネタを作る時間なくて、うんうん、そういうね、それをするのは自分のね、責任なんでね、曲はあの、反省します、すいません、あの、も大丈夫ですよ、次はあの、もうちょっとね、いい感じで、あの、早い時間にね、もうちょっと、うん、午前続けたい気持ちがあればね、そう、まあ、大丈夫だと思う、午後ぐらいでね、うん、できるにはね、一応、うん、準備してね、あの、皆さんにね、お送りしますよ、うん、ですんで、大丈夫ですよ、ぜひともあの、しばきのフォロワーのほどお願いいたします、じゃあそろそろちょっと時間も時間来てるんで今日はこの辺でやめて、うん、次は16日の16日の
昼からチャンネル行ってその後だから、うん、3時とかかな、まあ、それなら前回もそんなものだったよね。確かそれで3時頃か、うん、3時から4時の間ぐらい予定ぐらいに始めようという予定してもだから予定してるんで、そこでまあめちゃめちゃネタを作ってくるので、うん、登録とね、そこを